サイバードラゴンの特殊効果だ。君の場にモンスターがいて、俺の場にモンスターがいないとき、生贄なしで召喚することができる。姑息なってよ。バトルだ！エボリューションバースター！カードを1枚伏せて、ターンエンド。俺のターン。ドロー！フィールドにロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの支配者を召喚。マジックカードドラゴンを呼ぶ笛を発動。ロード・オブ・ドラゴンがフィールドにいるとき、手札2体のドラゴン族を場に呼び出すことができる。現れよ、クリスタル・ドラゴン。もう一体のクリスタルドラゴン。この瞬間クリスタルドラゴンの効果は復活。こいつらがバトルしたことにより、俺は2枚のブルーアイズをデッキから手に入れる。プレイヤーへダイレクトアタック。トラップカードオープン。リビングデッドの呼び声。自分の墓地からモンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。ターンエンドだ。行くぞ、俺のターン。ドロー。召喚プロトサイバー。そう、プロトサイバードラゴンは表側表示の時、サイバードラゴンとして扱うことができる。マジックカード融合を発動。サイバーツインドラゴンを召喚。エボリューションツインバースター。サイバーツインドラゴンは一度のバトルフェーズ中2回攻撃することができる。何？エボリューションツインバースター。ターンエンド。俺のターン。ドロー。さらに手札からマジックカード。コストダウンを発動。この効果は手札にあるモンスターのレベルを2に下げる。俺のプライド、そして俺の魂、イデオブルーアイズホワイトドラゴン。行けブルーアイズ、飛びのバーストストレイ。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。強力な壺を発動。カードを2枚ドロース。さらに手札から死者蘇生を発動。墓地のサイバードラゴンを復活。マジックカード融合を発動。サイバーエンドドラゴンを攻撃表示で召喚。貴様、そのモンスターは。カードを1枚伏せて、ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。マジックカード強力な壺を発動。デッキより2枚手札に加え。ブルーアイズは不滅だ。マジックカード死者蘇生。イデオブルーアイズホワイトドラゴン。マジックカード発動。進化した最強ドラゴンの姿、その目に焼き付けるがいい。融合召喚。今こそ現れよ、レオブルーアイアルティメットドラゴン。
3回攻撃が可能。ハイパーゲットバースト。永続トラップ、サイバルテックヒドゥンテクノロジーを発動。自分フィールド上のサイバーと名の付く機械族モンスター1体を墓地に送り、相手の攻撃モンスター1体を破壊し、バトルフェーズを終了する。なんだと。これはこれでターンエンドだ。俺のターン。サイバーバリー召喚。サイバーバリーのモンスター効果に3つの選択肢がある。俺は第2の効果を選択。サイバーバリーとサイバネティックヒドゥンテクノロジーを除外し、デッキから2枚ドロー。手札か装備魔法フューチャーフュージョンを発動。デッキから融合素材モンスターを墓地へ、融合モンスターを特殊召喚する。何？ポン、エッジ、ヒールを墓地へ送り、外国流サイバーダークドラゴンを特殊召喚。フューチャーフュージョンで召喚したモンスターはこのターン戦闘はできない。手札から速攻魔法融合解除。サイバーホーン、エッジ、ヒールを墓地より攻撃表示で特殊召喚。マジ？3体のサイバーダークでプレイヤーへダイレクトアタック。リバースカードオープン。攻撃の無力化。攻撃を無効にしバトルフェーズを終了させる。何？ターンエンド。俺のターンドロー。カードを1枚。ターンエンドだ。俺のターンドロー。そしてマジックカード融合を発動。フィールドのサイバーダークキー、サイバーダークホーン、サイバーダークエッジを融合。サイバーダークドラゴン召喚。サイバーダークドラゴン効果発動。俺の墓地に眠るカード1枚につきサイバーダークドラゴンの攻撃力は100ポイントアップする。なんだと。まだ効果は続く。召喚時互いの墓地にあるドラゴン族モンスターをその攻撃力とともに装備。何？サイバーダークフルダークネスバースター。リバースカードオープン。機械仕掛けのマジックミラー。このカードは敵の墓地にあるマジックカードを瞬時に発動できる。速攻魔法融合解除。ターンエンド。俺のターン、ドロー。さらに、リバースカードを1枚セットし、ターンエンドだ。俺のターン。マジックカード、オーバーロードフュージョン発動。フィールド、または墓地から、素材となるモンスターを除外し、機械族モンスターを特殊召喚する。俺は墓地になり、3体のサイバードラゴンを取り除き、現れるキメラテックオーバードラゴン。キメラテックの攻撃力はあったモンスターの数かける800ポイント。何？よって攻撃力は、そしてキメラテックは素材にしたモンスターの相手モンスターへの攻撃が可能。キメラテックオーバードラゴントリプルアタック。マジックカード発動。コマンドサイレンサー。いかにオシリスと言える。他の命令が聞こえなければ攻撃は不可能。コマンドサイレンサー。相手の攻撃命令を取り消しバトルフェーズを終了させる。何？ただコマンドサイレンサーの効果により俺は手札を1枚ドローする。ターンエンド。俺のターン、ドロー。マジックカード発動。ブラックコア。俺は手札よりワイドラゴンを墓地に捨てて、邪魔は墓地のドラゴンのゲームより除外。何？ターンエンドだ。
俺のターン、ドロー。カードを1枚伏せて、ターンエンドだ。俺のターン。俺は手札より命削りの宝札を発動。手札を5枚になるようにドローし、5ターン後全ての手札を墓地に置く。手札からマジックカード魂の解放を発動。互いの墓地から5枚までカードを選択し、ゲームから除外する。さらに手札から次元融合を発動。2000ポイントライフを払うことにより、互いに除外されたモンスターをそれぞれの場へ可能な限り特殊召喚する。今こそ現れよ、レオブルーレイ、アルティメットドラゴン。無休の時、その資源に秘められし白い力、成り交わす魂の響きに震う羽を広げ、青の深淵よりイデオディープアイズホワイトドラゴン。このモンスターが召喚されたことに、貴様は墓地のドラゴンの怒りを受ける。リバースカードオープン、フュージョンガード。ダメージを与える効果が発動したときに発動できる。融合モンスターをランダムに墓地へ送ることによる、その発動と効果を無効にする。俺は手札よりマジックカード発動。我が最強の島で、ブルーアイズアルティメットドラゴン。さらに装備魔法巨大化により攻撃力を2倍にする。行くぞ、アルティメットドラゴンの攻撃、アルティメットバースト。そしてサイバーバリーの第一の効果を発動。サイバーバリーをもう一度除外し、デッキからカードを1枚ドロー。バトルフェイスを終了させる。さらにリバースカードを1枚セットし、ターンエンドだ。ドロー。マジックカードパワーボンド発動。このカードは機械族モンスターを融合召喚することができる。3体のサイバードラゴンを墓地に送り、サイバーエンドドラゴン召喚。パワーボンドによって特殊召喚されたモンスター攻撃力が2倍になる。あれは何だ。このモンスターが守備モンスターを攻撃したとき、攻撃力が守備力を上回っていれば、その数値だけ相手にダメージを与える。エルカイザーをなめるな、バトルだ。リバースカードをオープン。攻撃誘導アーマー。このカードは呪われし鎧を着せられた者に攻撃が誘導される。エターナルエボリューションバースター。スーパーアルティメットバースト。甘い。さらにマジックカードリミッター解除を発動。このカードは自分のフィールド上に存在する全ての機械族モンスターの攻撃力を倍にする。